昭和26、7年頃から作り始めたけど、そんなに売れるもんでもなかった。その後は人が10人ぐらいに増えたかな。だいたい学校は全部うちの子行ってた。全国ね。昭和60年頃、その近辺がその230万はずっと作ってた。工場を大きくしていったと同時に木が手に入らなくなってる。数少ない木があればそのままやってたかもしれないけどね、どうにも手に入らなくなったのでやめました。その間に捕まってしまった自然保護協会と町の人に、そうもう一度復活してほしいとか。林業する土場にこんなくらい大きいブナが2本あったので、それでその土地作ろうよっつんで、観光協会でその作ったカスネットを使ったカーツ最初かな。今はね、ブナは手を入った時しかできないけど、あと山桜と栗の木と水木、これが主かな。綺麗に磨いてるのを描くのってやっぱり引っかからないっていい絵が描けるようにと思って作ってます。それで子供たちに山の木を生えてるのを教えようよって言ったんだけど、ああそれも面白いねと思ったんだけど、意外とその板に引いてくれるとこはなかなかなかった。細い木なので。一番いい音をするのは山桜の木。でも木目とかそういうのは全然木によって違うから、こんな木、山の木でもいろいろ違うのかなっていうのを見るのもいいかなと思う。選ぶと時間かかって楽しそうなので、子供たちもだからいろいろ言うと選ぶのになおさら時間がかかってくるか。そうそう、あれがいいよね、これがいいよね。そう、絵を描く時間がだんだん短くなる。でも子どもたちが楽しんでればいいんじゃないかな。